はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、第3のビール、クリアアサヒの、桜の宴です。華やぐ春の香り、爽やかなコク、シトラ&カスケードホップ一部使用、アルコール度数 5%、春限定です。原材料が発泡酒、爆発ホップと大麦とコーンとスターチ、とスピリッツ、大麦となっております。うん。なんか春になるとこういうの出るよね。よくね。それでは。いただきます。乾杯。あ、美味しいね。なんだろう。いや、麦の香りがすごい。ほわーっと。するのと、なんだろうな、でも味自体は非常に薄いですね、やはりクリアアサヒ、まあクリアアサヒは腐ってもクリアアサヒと言うべきでしょうかね。それは別の意味か、別の意味ではあるクリアアサヒ、普通のクリアアサヒに比べると香りが強いのかわかんないけど、なんか香りがなんかおかしいな、おかしいっていう言い方もあれだけど、何か香りがなんか柔らかな感じがするね。何か濃いんじゃなくて、香りが濃い香りじゃなくて、なんか薄くて花びらのような、その桜の薄いピンクみたいな、薄い、あの薄いんだけど、やっぱりなんかこう心に残るような感じ。風味が全然なんか普通のクリアアサヒに比べると別物になってますね。まあ美味しいっていうか、まあ美味しいんじゃないの。でもこれクオリティが高いっしょね。第3のビール100円ぐらいで買えて、この値段で、この味で、薄いは薄いんだけど、クリアアサヒは基本、薄いんだわ。基本的に薄い。ここで、久々にちょっと、もうすでに俺、ジントニックを3杯飲んで、さらにちょっと、飲んでるんですが、ラーメンをつまみ。
クリア朝日は基本的に薄いよね。うん、でもその薄さが意外と、うん、まあ薄い割にやっぱりなんだろう、香りとかが上品っていうか、なんだよね。ほとんど香りとかは非常に生ビールと謙遜なくって、まあ、そこだろうな、うん、多分ね、うん、重みはないんだけどコクがないんだけど香りとかこの喉越しとかに関しては非常に、美味しいので、まあおそらくそこでまあ売れてるってことだ、うん、まあ第三のビールで一番売れてるのは何なのか、売り上げちょっとググってみましょう。これね、多分俺がね、ジャッジすると、多分金麦か。麦とホップかブラウンベルグじゃねえや、ブラウンベルグか、ブラウンベルグ、ブラウンベルグ、まあブラウンベルグだろうな、まあでもどうなんだろう、今までいろいろ飲んだ中だと多分ブラウンベルグが第3のビールの中で頭ずば抜けて上なんで、あれ第3のビールじゃなくて生ビールって言われても分からんぐらい、しかも値段がエールペールエールとかで出されても全然謙遜なかったんでびっくりしたんだけどこれって言われて一缶300円ぐらいって言われて出されても全然謙遜ないレベルだったんで、まあ一缶250円ぐらいのいわゆるペールエールとかって言われて売られてても多分わからないぐらいだったんで、おそらくブラウンベル最強だと思うんだけど、ガチで第3のビールだとクソまずいやつが合うんだよ。例えば大豆ペプチドとかを使ってる喉越し生とかね、もうガチでまずいんだ。
ちゃくちゃやばくなってきた。やっぱりね、あ、プラチナクリア、なるほどなるほど、まあまあまあ、どっかしらのですね、第3のビール飲み比べ、徹底飲み比べ、13種類からどれがうまいか、ビール好き6人がジャッジって書いてあるんですけど、その記事で見てみると一番まずいのが、プライムリッチとなりまして、あ、マジか、プライムリッチ俺結構美味しかった記憶あるけど、クリアアサヒの糖質ゼロ、3位が金麦のクリアラベル、まあ、これはねもう分かる気がする。あの第3のビールで糖質ゼロってなると大体まずいんだ、第3のビールって基本的に薄いのにさらに糖質がゼロになることによって、まあ、甘さの部分も感じたくなるから結局薄くなるんだよ。で逆に一番うまいビールが、第3のビールが1位が麦とホッププラチナクリア、これも飲んだけどまあ、分からん、そんなに俺うまくなかった気もするけど、どうだったかな。で2位が金麦、まあやっぱ安定の金麦ですね。そして第3位が、ホワイトベルグとなっております。これホワイトベルグはやばいっすね、ホワイトベルグは、ホワイトベルグとかあのブラウンベルグは本当にあのいわゆるあのペールエール系のあの香りするんで、やべっす、ペールエール系の香りがするんで確実にほとんどあの第3のビールじゃない、まあこれ普通じゃね、2343です。ご視聴ありがとうございました。